日本語能力試験 N2 懲戒これから N2 の懲戒試験を始めますメモを取ってもかまいません問題用紙を開けてください問題1問題1ではまず 質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこれから何をしますか。か佐藤君悪いんだけど、明日の会議の準備、ちょっと手伝ってもらえない。社長に他のこと頼まれちゃってうん。いいよ。何すればいい？この資料20部ずつコピーしてセットしといてほしいんだけど、あでも中身ちょっと見てもらってからがいいかな？ 一応ざっっとは見直したたんだけどわかったあれこれこ価格が違うよえ嘘違ってたうんこれ2万5,000円じゃなくて2万8,000円ってことはこの売り上げのグラフも違ってくるねごめんざっとチェックはしたんだけどまあとりあえずもう一回一通り見てみるよファイルメールで送っといてあとで直しとくから。 ごめんねすぐに送る「男の人はこれから何をしますか?」「もの,の,の,のとも良いものは3番ですから答えはこのように書きます」では始めます。 1>, 1番「男の人と女の人が話しています」「男の人はこの後何をしますか森さん僕来週引っ越すんだけど今使ってる冷蔵庫いらなくなるんだそれでもらってくれる人を探してるんだけど誰か知らない?うー」うんちょっと心当たりないなそっっか冷蔵庫って 確か、粗大ごみとしては出せないんだよね。うん。法律で、いらなくなった冷蔵庫を出すときは、手続きをすることになってるよね。そっか、手続きってどこでするの市役所に連絡してもいいけど、引っ越し会社によっては、事前に言っとけば手続きをしてくれて、引っ越し当日、冷蔵庫の回収もしてくれるって聞いたことあるよ。え、そうなんだ。その方が簡単だから聞いてみたら 来週まで時間もないでしょう。わかったありがとう男の人はこの後何をしますか 2>, 2番日本語学校で先生が話しています学生はこの後スピーチの原稿をどう直しますか先週提出してもらったスピーチの原稿を返します初めのところに自己紹介を入れてもらいましたが皆さんよくかけていましたスピーチの内容もそれぞれとても面白かったです授業で勉強したように 難しい言葉には説明をつけて分かりやすくしているのも良かったんですが皆さん文と文をつなぐ表現がほとんど使われていませんでした不自然に感じるので今から見直して入れてみましょうその他の点についてはそれぞれコメントを入れました全体的な長さは今は考えなくてもいいですよ 学生はこのあとスピーチの原稿をどうなおしますか3番デパートの洋服売り場で店の人と男の人が話しています。 店の人はズボンの裾をどのように仕上げますかお客様そちらのズボン履いてみていかがですかあちょうどいいですただズボンの裾が少し長いので短くしてもらえますかかしこまりましたでは長さを確認いたしますあの今これは裾が内側に折ってあるんですけど外側に折るようにしてもらえますか 売り場にに飾っってああたたのみたいにあ、はいはできますかよかったで売り場にあったのは折ったところをボタンで止めるようになってましたが糸で止めてもらいたいんですボタンですと止めたり外したりしやすいので汚れなどのお手入れがしやすいですようん僕には必要ないかな承知しましたではそのように。 店の人はズボンの裾をどのように仕上げますか。四番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後。 まず何をしなければなりませんか田中さん新製品の発売に合わせて行うイベントあれやることが確定したから準備始めてくれるはいわかりました今回は社長に挨拶をお願いしてあるから社長が来られる日じゃないといけないの秘書課に予定を聞いてくれるイベントの候補日を絞らないといけないからはい 日にちが決ままったら会場を予約しますね。参加者は何人ぐらいになるでしょうか100人ぐらいかな営業部が今招待客の名簿を作ってるところなんだけどじゃあ会場を予約するのは名簿ができてからですね、うん、男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 5番アパートの入り口で男の管理人と女の学生が話しています女の学生は明日の朝まず何をしなければなりませんかありんさんおはようございます掲示板にお知らせを貼っておいたんですけど明日の土曜日大丈夫ですかえ明日何かあるんですかすみません 掲示板ちゃんと読んでなくて。自転車置き場のペンキを塗り直すんですよ。ついでに自転車置き場の掃除もするんです。あ、そうなんですか。すみません。明日はちょっと時間がなくて。ああ、いいえ。自転車をアパートの前の駐車場に移動してほしいんです。今日はまだ駐車場が使えないから、明日の朝7時から10時の間にお願いします。ああ、一緒にペンキを塗るのかと思っちゃいました。 <laughs> それはプロに頼んでありますよ明日の朝大丈夫そうですか無理なら私がやっておきますがはい出かける前にできますお願いします動かしたらすみませんが鍵は私に預けてください自転車はこちらで戻しておきますからわかりました女の学生は明日の朝まず 何をしなければなりませんか問題2問題2ではまず質問を聞いてください その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 「<例>会社で男の人と女の人が話しています。お店を決めた理由は何ですか?」。 田中さん歓迎会のお店決まったあはい駅の反対側の横綱っていう和食のお店になりましたえ、イタリアンのお店じゃないのおすすめだって言ってたじゃないえー、今回はそうかちょっと残念だな田中さんのお気に入りだから期待してたんだけど何ちょっと高かったいえ、高くはないです むしろ安い方だとただただ部長がすごくいいお店だって言うから美味しくてサービスがいいってああそういうことねじゃあしょうがないねそのイタリアンのお店はこの次行こうよそうですねお店を決めた理由は何ですか 最も良いものは三番ですか答用紙の問題二の例のところを見てください最も良いものは三番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番。男の人と女の人がプリンターについて話しています。 女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか 中山さん、この間プリンター買ったっったたてて言ってたよね。うちのプリンター急に壊れちゃって新しいの買わないといけないんだけど参考までにどうやって決めたのか教えてもらえないそうだね最近のプリンターは写真をすごくきれいに印刷できるしインクの容量も大きいしすごいなって思ったコピーやファックスの機能もついてたりして便利になってるし。うん。 私が買ったのは、印刷スピードが速いっていうのが一番の特徴だったんだけど、私は文字を取り込む機能があるのがいいなって思ったんだ。文字を取り込むうん。紙の書類を電子ファイルとしてパソコンに保存したい時ってあるでしょそんな時に便利なんだ。いちいち手で打ち直さなくていいし。え、そうなのすごいね。 女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか二番会社で女の人と男の人が話しています 男の人は何が一番嬉しいと言っていますか田中さん 田中さんの企画した新商品、先月の売り上げ1位でしたね。おめでとうございます。たまたまだよ。部長も喜んでらっしゃいましたよ。そう。企画の時から自由にやらせてもらったからね。実はこの間、大学時代の友人と話してたら、この商品のことをすごくいいねって言ってくれたんだよ。作ってる側からすると、知ってる人からこう言ってもらえるのはどんな言葉より嬉しいよね。 これからも頑張らなきゃって思うよ。よかったですね。次の企画も、私たちみんな、期待してます。わあ,あ、プレッシャー大きいな。男の人は、何が一番、嬉しいと言っていますか。 3番放課後の子どものための教室で男の学生と係の人が話しています係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか すみません。こちらの教室で夏休みの間のボランティアスタッフを募集してるって聞いたんですがこの教室ってどんなことをするんですかああ小学生の子どもたちが放課後一緒に遊んだり宿題をしたりするんです。夏休みは普段より子どもが増えるので募集してるんですがボランティアご希望ですか興味あるんですがこういうボランティアやったことないんです。 大丈夫でしょうか経験はないよりあった方がいいですけど、まあ、子供って放っておいても自分で遊ぶものですからね。遊びを教えたりする必要もないですし。そうですか。それより、子供の話に耳を傾けてくれる人がいいんです。子供って自分の話を聞いてもらえたら、それだけで嬉しいんですよ。へえ<ー>。算数とか国語とか、勉強を教えられる人は、 他にもスタッフにいますからよかったら一度ぜひ教室に来てみてくださいはいありがとうございます係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか 4番日本語のクラスで留学生が日本での体験についてスピーチをしています留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 先日スニーカーを買いに行きました店に入るとすぐ店員さんが声をかけてくれましたそれは嬉しかったんですがその後ずっと離れないんです商品を見ようとするたび丁寧な言葉で説明してくれましたが近くにいられると気になってゆっくり見られませんでした私の国では店員は挨拶はしますが客が質問した時しか近くには来ないんです ただ私の国の場合高い商品を勧められることが多いんですがこの店ではそんなことはありませんでした留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 5番図書館で女の人と男の人が話しています男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか ここ数年うちの図書館を利用する人が減ってきてるんですがそうだね少し前に子供向けに絵本の読み聞かせの会とか図書館ツアーとかやってみたら効果があったよねこれから対象を子供以外にも広げていったらどうかな大人向けのイベントなら今までもやってましたよねうんただこれまでは昼間しかやってなかったでしょう今度は夜の時間にもやってみるとか これならすぐにできるしそうです、ねうんとにかくやってみようあと将来的には学習スペースの設備を充実させたり設備うん机や椅子をいいものに変えて快適にしたりパソコンを使う人も多くなってるからコンセントを増やしたりなるほどもしそうなったら積極的に宣伝したいですねそうだね 男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか問題三。3。 問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょうレ<ー>テレビで女の人が話しています。 最近は市民マラソンがあちこちで開かれるようになりましたね私の町でも3年前から開催されていますもともとジョギングを楽しむ人は多かったんですがマラソン大会が開かれるようになって走る人が年々増えているように思いますまあ健康的でいいことだとは思うんですが中には遊歩道をスピードを出して走る人もいて いきなり後ろから追い越されて、びっくりすることがあります。ゆっくり歩いているお年寄りや、小さい子供を追い越すのを見るたびに、ヒヤヒヤします。女の人は、何について話していますか。一。<1 S 2> 前の人の追い越し方。二。 走っている人の人のマナー3マラソン大会で驚いたこと4市民マラソンの面白さ最も良いものは2番です回答用紙の問題3の例のところを見てください最も良いものは2番ですから 答えはこのように書きます。では、始めます。一番就職セミナーで、ある航空会社の社員が話しています。私は飛行機の乗務員をしています。機内でお客様が快適で安全に過ごせるように、さまざまな仕事をします。 この仕事は飛行機でいろいろな場所に行けて魅力的だと思われているようで、就職を希望する学生さんが多いのも事実です。ただ、いい面ばかりではありません。お客様の荷物の上げ下ろしのお手伝いや、飲み物、食事のサービスなど、休む間もないほどです。また、何かトラブルが起これば、お客様への対応が求められます。外からは、 そういったことはなかなか見えにくいと思いますが。社員は何について話していますか。一。この仕事の魅力。二。この仕事の大変さ。三。この仕事についた理由。 <4. S 1> この仕事に必要な体力 2> 2番女の人と男の人が男の人が買った車について話しています。 最近、新しい車を買っったんだってね。うんずっと憧れてた車なんだ有名なデザイナーがデザインした車で外見も中も洗練されてて僕にとっては一流ホテルにいるのと同じような感じなんだへえ<ー>。ただ買うかどうか最後まで悩む値段だったんだけどね買ってから驚いたんだけど乗ってて疲れにくいんだ視界の良さとか操作のしやすさとか 運転手の負担を最小限に抑える工夫が効いてて安全運転にもつながるしねその意味では安い買い物だったと思うよ男の人は買った車についてどう言っていますか値段も安かったしい,い車で満足だ 値段は高かったがいい車で満足だ安い車なので性能に不満がある高級な車だが性能に不満がある。 3番ラジオで料理研究家が話しています料理を作ったら食べた人に美味しいと言ってほしいとみんな思いますよねところが好みは人それぞれその好みを形成するものの一つは子供の頃から毎日食べていた家庭料理の味です家庭だけでなく学生時代によく通っていた食堂などの 慣れ親しんだ味を美味しいと感じることが多いと言われています。他にも、暑い地域では汗をかいて体温を下げる効果のある。辛い料理が好まれるといった、気候によるものなどもあります。料理研究家は何について話していますか。一。美味しい料理を作る工夫。 2, 2子ども時代の食事の思い出3家庭料理の味の特徴4味の好みを決める要素 4番。テレビでアナウンサーが作家にインタビューをしています。今日は今話題の作家山田はじめさんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。山田さん、最近若い人の読書離れが進んでいると言われていますが、読書っていうのは人生を豊かにしてくれるので、若い人には本を読んでもらいたいですね。ただ個人的には。 一年に何冊本を読んだとか、そういうことは、それほど大切ではないと思いますと言いますと、私は若い頃、好きな本をよく、汚れてボロボロになるまで読んでましたが、同じ本でも、読むたびに違うことを感じて、考えが深まっていったのを覚えています。最近は、仕事や人間関係に役立つからといって、実用的な本ばかり宣伝される傾向がありますが、そういう本は何回も読んだりしないですからね。 ねえ若い人にも自分が出会った一冊とじっくり向き合ってほしいですね作家が言いたいことは何ですか一、好きな本を繰り返し読んでほしい二、2> 2なるべく多くの本を読んでほしい すぐに役に立つ本を読んでほしい宣伝を参考にして本を選んでほしい五番 学校で校長先生が話しています。受験勉強やスポーツの練習など大きな目標に向かっているとき、目標しか見えなくなっていることがあります。そこに向かう道は辛くても仕方がないといやいや取り組んでいたりしませんか。目標を持つことはもちろん大事ですが、ちょっと視点を変えてみましょう。学ぶこと、運動すること自体にも喜びがあり。 自分の成長につながるはずです最終的なゴールは同じでもそこにたどり着くまでにどう取り組むかによって得られるものも変わってくるかもしれません校長先生が伝えたいことはどのようなことですか一目標は自分に合ったものが良い 目標を持ち続けることが必要だ <3 S 1> 目標に向かうプロセスにも意味がある <4 S 1> 時々目標を見直すことが大事だ。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では練習しましょう例片付け私の方でしておきましょうか1わかったそうしておくよ 2, 2そう助かる3いやそんなことはないと思うよ 最も良いものは二番です。回答用紙の問題四の例のところを見てください。最も良いものは二番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。一番。ん会議の資料、この机の上に置いたはずなのに。 1, 1え、ないんですか 2>,？2、助かります。ありがとうございます。3、あ、机の上に置いてはいけなかったんですね。2>, 2番。 森さん進めてくれたたカメラ買いましたよ小型ながらなかなか高性能ですね。もっと小さいのが良かったんですね。2> 2小さいのにすごいでしょう。小さい方が性能がいいんですか 3番今日の実習のレポート明日出さなきゃいけないなんて1明日までじゃなくてよかったね 2, 2本当、もっと時間欲しいよね 3, 3えレポートを出さなくても良くなったの 4番あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが1運んでいただけるんですか 2, 2> え私運んでませんよ 3, 3あはいどこへ運びましょうか 5番「鈴木さんイベントの準備は順調? 1> 1」では早速準備を始めます「中止になるなんて残念です」「今のところうまくいってます」 6番昨日愚痴を言っちゃったけど聞かなかったことにしてくれないああわかった忘れるよえちゃんと聞いてたよ 3> 3もちろんいつでも聞くよ 7番今朝もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよそっかでも間に合ったならよかったね 2> 2ああいつものに乗れなかったんだえ電車が遅れたんだ。 8番伊藤さん午後の会議の準備一緒にやることになってたけど僕一人でできないこともないよ。それなら一緒にややろうか 2> 2えっ人でやったのじゃあお願いしてもいい 9番藤田さん、スピーチの練習、付き合ってくださってありがとうございました。当日もうまくいくといいんですけど。1. うまくいったんだ。頑張った甲斐があったね。2, 2. 仕方ないよ。そんなにがっかりしないで。3. 3きっと練習の成果を出せると思うよ。 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ予予約約は必要ないんですね 2> 2先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番森田さん森田さんの企画書だけどデータなしじゃ検討しようがないよ1すみませんすぐ用意します 2, 2あ検討していただけるんですね3え、ご理解ありがとうございます 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取ってもかまいません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず 話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 市の体育館の受付で女の人と男の職員が話していますすみません何か軽い体操でも始めたいと思ってるんですがこちらでそういう教室はやってますかはいいろいろありますよ時間や内容のご希望はございますかえーと平日の午前中で運動が苦手な私でも続けられそうな教室がいいんですけど 通ってらっしゃる他の方とも親しくなれるような雰囲気のそうですね軽い体操というと火曜9時半からのボール体操これは直径50センチぐらいのゴムボールに座って体操をしますああ。それから水曜10時からの柔軟体操体をゆっくり動かして手足を伸ばしますこちらのクラスは 時々参加者の皆さんで交流会をやってるみたいです。へえ、いいですね。それから、木曜10時からのリズム運動。音楽を流してリズムに合わせた運動をします。仲のいいクラスで、去年の秋には皆さんで近くにハイキングに出かけてましたよ。その教室、こないだテレビで紹介してましたよね。音楽に合わせて体操するの楽しそうでしたけど、皆さん汗びっしょりでした。 ご覧になったんですねかなり体を動かすのでいい運動になりますよあとは土曜の午前なんですが筋肉トレーニングもあります講師からいろんなトレーニング器具の使い方を教わりながら筋肉を鍛えるクラスです迷いますねでもやっぱり週末は空けておきたいんですよねあんまり激しい運動だとできるかどうか自信がないし 教室以外にも仲良くなる機会がある方がいいなえっとこちらの教室見学できますか女の人はどの教室を見学したいと言っていますか1ボール体操に柔軟体操

大学祭まであと1ヶ月だね。去年の参加者のアンケートでゴミ箱の場所が分かりにくかったっていう声が多かったけど今年どうしたらいいかまだ決めてなかったねあちこちこにゴミが捨ててられてたよね。来場者に配った会場案内のチラシにゴミ箱の場所も書いておいたんだけどチラシの数が足りなかったかな。チラシは余ってたよ。じゃあチラシが見にくかったかな。 もう少し字を大きくして見やすくしたらどうかなでもお客さんは食べ物や荷物を持って移動するわけだよねチラシまで見ながらって難しいんじゃないそれもそうだねうーん去年は会場内に「ゴミ箱はここです」っていう看板も立てたよね設置場所も問題なさそうだったけどうん看板の文字も大きくてかなり目立ってたはずなんだけど混んでたからね 行列もあちこちこにできてたしそれで見えにくかったのかもしれないねそれなら今年はもう少し高さがあるものにしてみようか目につきやすいようにうんなるほどそれがいいねでチラシはは今年はどうするるる見てもららえないない配るのやめる見る人は見るからあった方がいいと思う去年の十分見やすくできてたと思うからあれを使おう。 問題解決のために何をすることにしましたかチラシの文字を大きくする。に配るチラシの数を増やす。3看板の文字を大きくする。4看板の高さを高くする。 3番テレビでアナウンサーが使われなくなった学校の校舎の再活用について話しています生徒数が減り廃止になった学校その校舎の一部を有効活用する取り組みが各地で行われています今日はその中から4つご紹介します。まず山の中の中小さな学校 東小学校は今宿泊施設として活用されています。豊かな自然の中で山歩きや川遊びを楽しめます。二つ目の西田市にある西中学校は地域のイベントやコンサート、展覧会などに広く使われています。二階は映画館になっていて昭和時代の雰囲気が残っています。それから海に面した南小学校には 手作りのパンやアート作品の店が並んでいます自分で作ったものを販売したいという若い人が集まってきています a、えー、4つ目の農村地域にある北中学校は食堂になっています地元で採れた新鮮な野菜をたくさん使ったメニューが人気です今写ってた学校で友達が今度作品を発表するんだ へえ、友達、何か作って売ってるのえああ、その学校じゃなくて、その友達、自分で映画を撮っててね、見に行くことになってるんだ。そうなんだ。私は一度でいいから、学校に泊まってみたかったんだよね。今度の夏休みに、山登りのサークルのみんなで行ってみないえ夜の学校なんて、真っ暗で怖そうじゃないおいしいご飯を食べるんだったらいつでも喜んでいくけど。 今は学校じゃないんだから大丈夫だよ質問一。男の人はどの学校に行くつもりだと言っていますか 問2女の人はどの学校に行きたいと言っていますかこれで懲戒試験を終わります。